ポケモン学院大学学友会追い風運営委員会委員長の梶達也です。新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。新入生の皆さんや在校生の皆さん、そして高校生の皆さん、今自宅自粛中だと思います。僕たち学友会追い風運営委員会も活動自粛中ではありますが、皆さんのより良い大学生活を想像するためにオンラインミーティング等を使って自宅で活動しております。そんな僕たち追い風運営委員会の今年のスローガンが、次なる大手門へということで、より新しい大手門を想像していきたいと思っています。